禁じられたジョージの森は、1967年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督は、ジョン・ヒューストン、出演は、マーロン・ブランドとエリザベス・テイラーなど。ジョリウ作家カーソン・マッカラーズが1941年に発表した小説、黄金の目に映るものを原作とし、抑圧された性や覗き、殺人といったテーマを取り上げて描いている。 クローゼット芸の少佐役は、モンゴメリー・クリフトが演じる予定だったが、休止により、マーロン・ブランドが代役で演じた。クレジットはされてないが、フランシス・フォード・コッポラが、脚本に関わったと言われている。1940年代。陸軍基地の少佐のウェルドン・ペンダーソンと、妻、レオノラの夫婦仲はかなり冷え切っていた。ペンダーソン少佐は芸であったという。 そんな夫に強く不満を募らせていたレオノラは、隣に住むモリス・ラングドン大佐と、公然たる不倫関係を続けている。ラングドン大佐の妻アリソンは3年前から精神、不安定で、献身的なフィリピン人の召使いと自室に引きこもっている。ペンダーソン少佐は密かに若いウィリアムズ一等兵に惹かれていたが、ウィリアムズ一等兵は、 レオノラに惹かれ毎晩思いがけない行動をとっている。ロッテントマトズによれば、22件の評論の内高評価は55%に当たる12件で、平均点は10点満点中6.6点となっている。メトクリティックによれば、10件の評論のうち高評価は5件、賛否混在は4件、低評価は1件で、平均点は100点満点中67点となっている。 ありがとうございます。